っきり。あまり見れない二人の裏側が。あ、マッコイさん。ちょっとね、すいません、今どちらですか？家ですよ。あ、ちょうどよかった。あのね、マッコイさんに回してんだろ、これ。いや、回してない、本当に今日は回してないです。今、マッコイさんにね、お渡ししたいものがあるんで。いいよ、いらないよ。ちょっとまあ、本当に、ちょっとだけ顔を出してください。あの、みかん4つで、これお前飲みたい？はい。じゃあ、ちょっと俺先飲んでいい？どうぞ。めっちゃうまいんだよ、これ。いいよ。回してると思う。いや、回してないですね。だから、みかんをね、これをみかんから。なんだよ、これ。これみかんをな、今日持って帰ってもらおうかなと思って。いらないよ。いいじゃん、いいじゃん。だこれ、10キロぐらいだよ、会社に。もう今、いらないよ、こんないっぱい。何よ、これ。なんだよ、これ。みかんばっかり。みかんは、今日別に回してない。まあ、それ別に前回やってる時毎回回すわけじゃないから。いやいや、おかしいでしょ。だってあの声質は、あの声、俺はああいう声だもん、普段から。あの、せえこっち、せえって言う時って回してる時じゃん。回してないって。だから今日はめっくりさって言う時は絶対回してる。みかんジュースちょっとみかんジュース、ちゃんとダメだって。みかんジュースにして。みかんジュース、いや、ほんとこれ飲ましてあるから。ちょっとほんと、あ、それ無理で持ってきて。みかん、ああ、すいません、マッコイさん。くだらねえ小学生みたいなドッキリ。ドッキリです、ドッキリです。実は回ってました。小学生みたいな。実はずっと回ってました。入ってきて小学生みたいな。靴もないし、カバンもないから誰もいないと思ったでしょ、うん、ほら、全部隠しましたから。すいません、みかんジュース。しょうもねえな、これ。しょうもねえドッキリするんだな、お前何やってんだよ、茶葉ね。こいつ、お前めちゃイケで何習ってきたんだよ。ドッキリはこうやってやるんだ。しょうもねえ。思いついたんだから今。でも、だって来るなに、待ってねえんだって言いましたね。ちょっと言ったでしょ、待ってねえんだって言ったでしょ、ほら。回ってねえのも回ってねえで嫌だったでしょ。回ってるもんだと思ってるから。いや、ね、回ってねえなドッキリです。なんだ、回ってねえのかドッキリです。違うよ、お前がなんかいつもこいつでわかるじゃん、もう。あ、マッピーさんって言う時と、もう回ってまーすっていう時だった。チャンネルも登録よろしくお願いします。だからこれめっちゃうまいんだって。もうみかんってどう、俺仕事行くんだぜ、これから。いいじゃん。しょうもね、ドッキリに俺かけて。まあ、みかんさんが絶対待ってねって言うぞって言ったら、一言見に行っちゃって。いや、ずっと笑うか。おかしいだろ。ちょっと飲んでみる。しょうもねえよ。回ってないんだよ、回ってないで。やらくせしてな、ちょっと一人は回ってんだろ。どう、うめえ。うめえだろ。うまい。